新千歳空港で新たに始まるサービス、オイテル。皆さんご存知でしょうか。個室の女性トイレに生理用ナプキンを常備し、無料で提供するサービスで、全国の商業施設や大学など227箇所に設置されています。どのようにナプキンを受け取るのでしょうか。専用のアプリを使ってスマートフォンをこのようにかざすと出てきました。このように簡単に取り出すことができるんです。道内でのオイテル設置はまだ2カ所目で、空港では愛知県の中部国際空港に次ぐ全国2例目だということです。新たな取り組みに空港の利用者は、いや、すごい親切やなって思います。やっぱおしゃれしたりしてる時に困っちゃったりするから、旅行に行く時ってそういう細かいことをよく忘れてたりするので、すごいあったら便利だなと思います。空港は多くのお客様にとって日常とは少しかけ離れたイベント性のある場所だと感じてます。そんな時にストレスや不安を少しでもこう拭えるようなお手伝いができるような空港でありたいと考えております。女性の悩みに寄り添ったサービス、オイテル。新千歳空港でのサービス開始は来月1日からで、国内線ターミナルビルの15箇所の女性用個室トイレに設置されます。